日本北海道札幌市厚別区市も、のっぽろテクノパーク清志急神社札幌テクノパークは、札幌市厚別区にある産業団地。この項目では、地名のカのッポテクノパークについても記載している。札幌市が全国に先駆けて、情報通信関連の産業を時代を担う、主力産業に育成することを目的に整備した、研究開発型の団地である。もみ時代と、 同立自然公園のポロ森林公園に接した緑豊かな環境にあり、総面積29.3ヘクタールのうち40%以上を緑地として確保している。第一テクノパークには札幌市に本社を置くソフトウェアハウスやシステムハウスなどの IT 企業を中心に立地している。また、レンタルオフィスや貸会議室などを備えた公的支援施設、 札幌市エレクトロニクスセンターがある。第二テクノパークには、北海道外に本社を置く大手、中堅企業の開発センター、その子会社や関係会社の開発拠点を中心に立地している。また、開拓時からの神社、清志宮神社がある。北海道 IT レポートによると、北海道内の IT 産業売上高の10%以上が、 札幌テクノパークに集中しており、約2500人が働く日本国内屈指の IT 関連企業の集積拠点となっている。札幌テクノパーク協議会を組織しており、企業間の交流活動などを行っている。第1テクノパーク第2テクノパーク下のポロテクノパークに関するカテゴリー、ありがとうございます。